Hey guys! 皆さんこんにちは。靴修理ラジアンの杉浦です。今年2020年に入ってから初めての動画になります。ちょっと前回の動画より間置いちゃったんですけど、今回の動画からまた頑張って動画更新していきたいと思います。いろんな靴のブーツの、メンテナンスだったり、ソール交換だったり、スニーカーもやったりね、いろんな靴を紹介していければなぁと、たまにはね、雑談とかもね、織り交ぜていろんな靴情報を発信していければなと思います。では2020年初めての動画なんですけれども、今回紹介していくのはこちらになります。レッドウィン9017、こちらのねチャッカーブーツのソール交換、こちらを紹介していきたいと思います。お預かりしている状態なんですけれども、こういったブーツですね。一見ね、そんなまだ履き込まれてないようで、ソール交換必要あるんだろうかっていうところなんですけれども、じっくり見ると加水分解がもうすでに発生していて、こうやってグッて持ち上げるとね、ひび割れが無数に入っているんですよね。またぐちゃぐちゃとね、ベタベタになるまで加水分解は進んでいないんですけれども、多分このあとしばらくしたらそういう状態になっていく、その前の段階かなと思います。この9017着火ブーツはですね、茶色だけじゃなくて黒もあると思うんですけれども、このタイプのソールはこんな感じになってるんですよね。レザーソールの上にタンクハウスソールがついて、かかとがついて、このパターンどっかで見たことあるなって。でレッドウィングの人気モデルのベックマンと大体似たような感じ、タンクハウスソールも同じものがついていますし、だからベックマンと同じように加水分解しちゃっているんですけれども、ただちょっと違うのはこのかかとの部分ですね。ベックマンはトップリフト、分厚い 20mm ぐらいの分厚いトップリフトがバンとついているんですけれども、この着火ブーツはそこまで厚くない、何ミリぐらいかな、7ミリから10ミリ、10ミリないか、それぐらいのトップリフトがあって、革の積み上げが入って高さ調整されたっていう感じの靴底になっています。かっこいいですよね。僕もこの黒い型番いくつになるんでしょうね、モデルはちょっと一時期欲しかった時期があって、ワークブーツっぽい感じの武骨な着火ブーツが欲しかった時期があります。それではね、今回こちらの9017の着火ブーツ、実際作業に入っていきたいと思います。
底が全部剥がれてね、こんな感じになっています。靴底全部剥がして、さっきまでついていたコルク剥がして、新しいコルクを充填されて、もう乾燥していますね。先ほど充填したコルクがもう乾燥するとこんな感じになります。この後新しいソールを取り付けていきますね。反対側はもうすでに新しいソールがついているんですけれども、今回使用するソールはこんな感じのソール、ビブラムの700ソールっていうパターンですね。で、ここに見ると粒々がね、サイドの方にも見えるんですけれども、粒々が見えますよね。これが通常の700ソールと違って、ビブラム700コルクっていうタイプのソールになるんですけども、中にね、コルクが練り込んであるタイプなんですよね。色はこの茶色と黒があります。通常のビブラム700とは変わった感じの雰囲気になりますよね。もう反対側も今から組み立てて、この状態にして、このあと出し縫いをミシンでかけていきますね。ここの穴にソール貫通で縫いをかけていきます。それでは反対側も、進めていきたいと思います。はい、それでは靴底の取り付けに入っていきますね。パーツを紹介しますね。まずこのパーツ、元からついていたものですね。ここの部分に取り付ける、かかとの取り付けるパーツですね。あとは今回レザーミッドソールなんで、こちら使います。より分厚く仕上げたいときは 5mm の、ミッドソールなんかも可能です。あとは先ほど紹介したビブラム700のコルク入りのソールですね。ではレザーミッドソールを貼っていく前に、この表面をですね、軽くヤスリがけします。まあ、このままでも十分くっつくんですけど、古い接着剤、以前くっついてきた時の古い接着剤やなんかが軽く残ってるんですよね。ヤスリがけをし、軽くヤスリがけをして表面を荒らして接着剤も除去してあげると、新しい接着剤の付きが、ね、良くなるので、ほんとひと手間なんですけど、こういうところもやっていきます。で、表面がきれいに掃除できたら、レザーミッドソールを貼っていきます。接着剤をここの際に塗っていきますね。ミッドソールの方にも接着剤塗っていきます。で、接着剤が塗り終わったら、乾燥するのを待ってから貼り付けていきますね。まあ、乾燥時間もったいないので、先にアウトソール、ビブロン700の方にも接着剤をもう塗っておきますね。はい、それでは先ほど接着剤を塗ったミッドソールもうすでに貼っています。この後ビブラム700コルクのアウトソールを貼っていきますね。それでは接着していきます。このビブラムマークが真ん中に来るように合わせ込んで貼っていきますね。こんな感じで貼れています。まあ、この後ね、ミシンで縫いをかけるので、そっちの方でしっかりくっつけるので、接着剤はね、あくまでこういうタイプのブーツにおいては補助的な意味合いになるんですけど、まあ、それでもしっかりと接着剤、圧着ペンチなどでね、際までしっかりくっつけておきます。こんな感じでしっかり貼れました。では縫いをかける前に、こんな感じでね、ソールの方が大きく余っているので、こちらを切り出して軽く表面だけ整えて、グラインダーで整えてあげて縫いをかけていきたいと思います。刃物で切っただけなので、ボコボコとしているので、グラインダーで滑らかに削り上げていきたいと思います。
い、それでは次に靴底が取り付けられたこちらのレッドウィング9017、出し縫いというねミシンをかけてソールをがっちり縫い付けていきます。こちらのミシンで縫い付けていきますね。それでは次にヒール取り付け工程ですね。もともとのヒールはこんな感じのものがねブロックで付けられてましたね。3枚ぐらいの皮積み上げとこのビブラム製のリフト、タンクリフトが付けられてましたね。今回はビブラム700ヒール使ってるので、こういうねこれもコルク入りなんですけど、ビブラム700入りコルクヒールっていうのがあるので、こちらを使っていきたいと思います。これがね結構厚みあるので、こんな感じで見比べてみると結構厚みありますよね。皮積み上げとトップリフト入れたほどは厚みないけれども、これだけで結構20ミリぐらいあるのかな。間にね皮1枚入れてだいたい同じぐらいになりますね。なのでこの組み合わせでいきたいと思います。人によってはね元々の着火物ちょっとヒール高いなっていう人もいるかと思います。そういう方はね、皮積み上げ1枚入れなくて仕上げるってことも可能です。それではヒールの取り付けやっていきたいと思います。まずはこの皮積み上げを取り付けて、その後にこちらのねトップリフトつけていきたいと思います。皮積み上げの方にも接着剤塗っていきますね。トップリフトにも接着剤先に塗っておきますね。それでは接着剤乾燥して温めたものですね、ヒールを取り付けていきます。積み上げ、トップリフトと一気につけていきますね。はい、それではヒールの取り付けも完了しました。この後は最後の仕上げですね。周りをきれいに削り上げて完成ですね。あとはコバーを着色して完成ですっていうところなんですけど、仕様書確認したら今回は無色ということなので、ナチュラル仕上げということなので色はつけないで仕上げていきます。色はつけない場合でもですね、無色の着色剤、無色の着色剤、なんか言葉おかしいですね、無色のものがあるのでそれを塗布してバフがけするとこういう感じの仕上がり、実際お店でねブーツなんか売られているときは、こういう風な革の色そのままで売られていてもこんな感じの質感になっていると思うんですよね。削りっぱなしのこういう感じで売ってることはあんまりないと思うんですけども、こういう感じの質感に仕上がるように無色の着色剤があるのでそちらを塗って仕上げていきます。まあ削りっぱなしのねこの質感もまあ悪くないんでね、好きな人のこういう感じが好きな人は言っていただければ、何もつけず削りっぱなしでなんて言っていただければ
そういう仕上げでお渡しも可能です。無色のね、使うのはソールステインっていうのを使ってるんですけど、無色の何だろう、ちょっと粘着質な液体を、これを塗布していきます。こんな感じで塗っていきます。これをコバ全面に塗ってバフがけしたらソールの交換完成ですね。はい、それではレッドウィング9017ソール交換完了しました。完成した姿をご覧ください。動画の中でも紹介はしているんですけれども、今回はお客様のご指定でビブラム700のコルクソールとサイド無色積み上げ1枚ちゃんと入れてねっていうご指定でご注文いただきました。ちょっとお預かりしてからだいぶ納期かかっちゃいましたけど、なんとか完成しました。今回ね、お客様は、このブーツと一緒にこんなね、じゃじゃんとビブラムのマットもねご注文いただきました。ブログでも紹介したんですけど、結構ねこのマット分厚いんですよね。僕も注文してびっくりしたんだけど、うわこんなしっかりしたもの来ちゃったよっていう感じで、ね、売ってますので、結構ね値段はするんですけど、9000円ぐらいだったかな、9000円ぐらいで結構するんですけど、物はしっかりしたもので、ご利用の方は店頭もしくはねお電話とかメールとかでご連絡いただければ発送も可能ですので、もしよかったらどうぞ。オリジナルのねタンクハウスソールタイプのがやっぱいいなっていう方もいるかとは思うんですけどね、こういう方もつながったビブラムソール、これ黒もありますのでね、コルクソールでビブラム700だし、430の方が若干薄いのでもう少しシャープに見えるんで、これちょっと分厚いなと思う人は430でもいいし、もちろんオリジナルソールでもね、可能です。ベックマンだけじゃなくてね、この着火ブーツも最近、修理に来るので、9017黒は何でしょうね、型番ちょっとわからないですけど、加水分解してるパターンがベックマンと一緒で加水分解しちゃってるパターンが多いので、ちょっと自分の着火ブーツ、レッドウィングの着火ブーツ見て裏ひっくり返して見てみて加水分解してたら
修理お任せください。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。最後にはなりますけれども、当店店頭での修理受付だけでなく宅配での修理受付もやっております。修理したい、カスタムしたい靴、ブーツ、スニーカーをですね、当店にお持ちいただければその場で見積もりしますし、宅配修理の方はメール、電話、あと公式 LINE というのを、 LINE の公式アカウントもやってますので、そちらの方で問い合わせも可能です。ぜひぜひ当店にね、靴修理、靴、ブーツ、スニーカーのことで、修理やカスタムのことでお困りの際はぜひ当店へお声掛けください。こんな感じかな。で、だいぶね、だいぶ前回更新1ヶ月以上ですよね。これからも動画バシバシ更新していくのでよろしくお願いします。それではまた見てくださいね。バイバイ。ラジアン杉浦でした。